監査門プログラムスタート。量子変換を開始します。レイシフト開始まであと3、2、1。工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合発生。グランドオーダー実証停止。レイシフトルート構築は継続します。コフィン内のパイロットの安全を最優先。強制排出をロック。パイロットの自主的な帰還を期待します。あ、ここは一体得意点ではないようですが。少女がトンネルを抜けると、そこは一面のグレートキャッツビレッジだった。なんてな、文学的な OP とか私には似合わないっつーの。グッモーニン、素敵なカチューガウン。布団とかねえからこたつで看病してたけど大丈夫？お尻痛くない？あ、痛くない。地面に直置きのこたつでもびくともしないと。耐久 A なんですな。まあいいや、みかん食べる？これ、愛媛の美味しいとこ。あ、はい、ありがとうございます。とても甘くて美味しいです。でしょ？もっと食べなさい、もっと食べなさい。毒とか入ってないから。黄泉の食べ物を食べたら地上に出られないとか、そんなケチくさいこと言わにゃんよ。だいたいさ、客を呼び止めたいんなら呪いじゃなくて味で勝負っしょ。こちとら伊達に立つヒロインして店始めてね。この麺一煮干し級の猫乾麺で天下取ったら。ほう、怒涛のカオスラッシュにも驚かれない。退散命令してネズミも出ねえと来た。ここグレートキャッツビレッジは妖精郷の一つ。地上から人間が迷い込んでくることもある。察するところ、お嬢さんもその一例かな。どこの世界の冒険少女なんだい？あ、はい、私はマシュキリエライト、人類保証機関カルデアに所属する研究員であり、英霊と融合を果たしたデミサーバントの成功例です。あなたはそのどこの惑星の方でしょう？地球上の生命体とは思えませんが。おやおや、冗談のうまいお嬢さんだ。おいしいみかんのお返しにしちゃパンチ効いてる。でもまあ、地上にはいないよね、こんな美女。そのセクシー、まさにモンスター級。キラ？怪物的という意味ですね。適切な比喩表現、ありがとうございます。ああ、わずか1分のやりとりですが、ユウには遊びが通じないのは理解した。よろしくマシ君。私は猫歩く、この猫国のトップ猫。察するところ、マシ君は一刻も早く元の世界に戻らなければにゃらない。違うかな？あ、はい。でもどうすれば。カルデアとの通信は完全に途絶。ここがどこの時代なのかもわからないなんて。にゃにゃにゃ、心配するな、マダムは全員。悩みはいろいろあるだろうけど、ちょっとこたつをどけてごらん。驚くぜ。こたつをですか？では失礼して。これは英霊召喚のサークルにそっくりです。猫歩くさんは召喚師だったのですか？うん、これはね、マシ君が空から落ちてきて私をクッションにした時にね、スポンジみたいになった体から魔力が地面にビシャってなって、この通り。すごいっしょ、控えめに見ても異世界転移のゲートです。マシ君の力と猫の力が融合した合わせ技。
とでも言っておきますか。申し訳ありません。猫歩きさんを押しつぶしていたなんて。いつもは、はい、どちらかというと私が盾になるというか着地役を果たすのですが。じゃあマシ君は護衛役？なるほどな、そんな感じするする。じゃ話がまとまったところでゲートに飛び込むか。マシ君は元の世界に戻るために、私は MB 界を平和にするために、一丁協力して異世界冒険しようぜ。いえ、あの話が見えなくて。猫歩きさんをお助けするのはいいのですが、なぜ私なのでしょう。わかるな、猫と和解せよ。なぜも何も似合うんだよマシ君。なぜなら人類の総意が、売り上げが、 DLC を求めているんだ。人類の総意。猫歩きさんはそんなに大きな使命をお持ちだったのですね。そういうことならお任せください。まだまだ未熟者ですが、マシキレイライト、この盾にかけて人類のために戦います。世界のルールを乱す侵略者に容赦はしません。まあ、いっか。異世界や買わず飛び込む無料にってな。マシク、ユーを新たな勇者、猫27キャットの一人に任命する。私と一緒に MB 界の悪を倒すんだ。その結果、私の体には魔力が高まり、新たなゲートを作り出すことも可能。何度か実験していれば、いつかは元の世界に通じるゲートもできるって寸法さ。はい、猫歩きさんに魔力がたまり次第、雑巾のように絞らせていただきますね。今なんか怖いこと言わなかったマシ君。マシ君の優しさを信じて。はい、粉骨最新お任せください。オープンユアマジックサークル。マニン、なんかした？止めろ。ウェイカー、カウンター、せーの、ウェイカー、やめろ、強行突破、カウンター、スーパーですので、アンタッチャブル、リカバー、着地、ねお倒れを、今、KO。 これでも、円卓の騎士ですね。 UV、マジックサクト、ファイト、カウンター、なんかした？今行く、カウンター、転身、柔道、今抜け、やっぱり許すマジアタック、やっぱり、やっぱり、やっぱり、スーパーですので、デスゴン、しんちゃん、バスター、今、せーの、今、払います。時代までたたるんや。はい、ギャラハットさんの勇気はすごいのです。2010年代の日本、吸血鬼。私たちの世界と法則は違うようですが、戦闘に支障はありません。カルデアの代表として頑張ります。うまく収められればいいのですが。食事の前の運動といきますか。オープンユアマジックサークル、ファイト、まだまだ、ゼロ、ダウンタイム、お倒れを、今、不覚でした、セイタ、せーの、不覚で、セイタ、前に、よし、痛いじゃないですか、死んじゃ、前に、せーの、前に、不覚でした、セイタ、
身長罪なき者のみ通るがいい。一回よ。よかった気がします。公共物を壊さないよ。ユウ、気をつけないと。タイムはマジした。ファイト。ファイト。せーの。もう一度。やった。もう倒れよ。危ないと。無駄で。やった。せーの。まだまだ。やだ。危ない。せーの。まだまだ打ち払う。痛いじゃないか。魔力全開。シールダー奥義パニッシュメント。ダンスアウト。まき見せて呼びましょう。リカバ今ゼロか。せーの。負けます。まだまだ弾け。特売日なのに。損害想定内です。ユウ・ウィン戦闘態勢を継続します。物足りないぜ。かかってこーい。戦いが終わった時はこういうのが礼儀だとネコアルクさんに教わりましたが、どうでしょうか。ネコアルクさんの目的地、まるでお城のようです。どこもかしこも手入れが行き届いていて、細やかな心遣いが感じられます。きっと素敵な当主様なのでしょうね。優しくて明るくてお綺麗な。ああ、まあ大体合ってる。お嬢は敵対するとめっちゃ怖いけど、基本は両家のお嬢様だからにゃ。むしろ注意すべきは使用人の方にゃんだよ。気をつけろ。特にほうき持ってる方。ネコアルクさん大丈夫ですか。うん、なんとかね。ところでこれはどういう関係なのかな。メイド君、大変失礼いたしました。今のは調理に使っていたフライパンです。返しの練習をしていたところ指が滑りました。お気に。ああ、そっか。事故ならしょうがないか。じゃあちょっと失礼しますね。私たちは当主に用があるので。当家の主人は多忙につき、現在面会はお断りしております。ですがお客様にも事情がおありのようですね。どうしてもとおっしゃるのでしたら、特別にお伺いを立ててまいります。それまでどうぞこちらへ。迎賓室にご案内いたします。本当？迎賓室って猫看板ある？ない。ドリンクバーだけ。やっさすい。まあいいや、行こうぜマシ君。リフレッシュのチャンスは逃さねえ。いえ、気をつけてください猫アルクさん。そのメイドの方は危険です。端末ではありますが、シールドに内包された近未来観測レンズシバが1分後の猫アルクさんに死亡ステータスを表示しています。そうなの。でもこのウェルカムワインなかなかだぜ。この喉に詰まるような異物感はどうだ。例えるなら体が別の何かに乗っ取られるような。っていうか乗っ取られた。こんにちは、猫翡翠です。マシ君も一杯いっとく。メイドになればどんな殺人ケーキも思いのままだぜ。精神に異常をきたす薬物を検知。カルデア式解毒メソッドを実行します。ごめんなさい猫アルクさん、助ける方法はこれしかありません。わあ、すっごい判断力。1分後に死亡ってそういうこと。オープンユアマジックサーキファイン。ファイン。やった払います。やったスマップしかできない。す
衝撃を加えて胃洗浄も。あ、ネコアルクさん、そんなに急いでどこに行かれるのですか。マシキリエライト、最善を尽くします。始めましょう。オープンユアマジックサークス、マイン、ファイト、挽回します。強いカウンター、これなら手を切り捨てる。いきます。すごいチャンス、この程度、これしかやり返す。挽回します。早く、ないのカウンター、重い、決着をつけましょう。カウンター届きました。慎重に、柔道、やり切った。仕掛ける、諦めません。罪なき者のみ通るがいい。使いよう。あんたなりです。これでも円卓の騎士ですね。ユーリン、初めから態度もありません。ダイ柔道、マインコ終わりです。リカバー、狙い撃つ。慎重に、せい、払います。何の、はっ、しまった。これなら、ザーッ、我が退路を断つ。すごい、重い、やっ、こちらです。行きます。前に、はっ、せい、今、やり返す。カウンター、せいか、払います。まだです。やった、お倒れ、やった、前に、諦めます。魔力全開、罪ある者に許しよ。カウンター、災いよ。シーズンライブフィニッシュ。戦上手、ありがとうございます。勉強になりました。カルデアとは違う舞台、多くの物語ではなく、たった一つの物語からやってきた方。武装完了。シールだ、出ます。手加減とかそういうの期待しないでね。オープンユアマジックサーキット、ファイト。チャンス、払いの強行突破、行きます。払います。まだ打ち上げる。前にカウンター、ストライク、ギャトル、アンドゥ、リカプ、ヘザーイ、ヤクト、行くわ。慎重に、ふざけないでよ。
カウントおとなしくしてね。リコ魔力全開まだ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 クイズ。やっと待っていたぜ。ちょっと強すぎないこいつ。次のウェーブに向けて準備を。ユーリン、ターミングはマジックさん。ファイト、デザイン、着地、デザイン、行く、とデザイン、行くわよ、リカバー、せー、やっと、そこで、あ、払いますけないでよ、ね、そこ、せー、行く、や、こちら、せー、まだまだ、はや、や、柔道、これくらい、や、カルラ、払いまばし、やっと、やっと、やっと、お倒れをまだ、リグシャル、やるに、一、二、や、後ろ鎌さん、行ってお願いします。喜んで、お相手つかまつる。オープンユアマジックサーキット、ファイト、ササ、やっ、ヘイト、クレロ、やっ、トレさん、こんな、ドイプ、しまった、せーおのれ、せーおれ、こっちょ、しまった、ほっ、ゆっ、リカバー、ふっ、やっ、こちら今カウンター、柔道、スイーパーですので、罪なき者のみ通るがいい。カウンター、そこに乗る、進捗、やった、バッシュ、くるっと、ショット、やっ、くじったか。少しはサーバントらしくなってきたでしょうか。ユーウィン、屋上の塩を送った。無駄、バイ、ササ、うわっ、あれ、これ、お兄さん、こっちも、やった、やった、お倒れを、こっ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 ここからです。シールダー、奥義、パニッシュメント、ランスラット、ふっ、ついた、柔道、受けながらお見事。ありがとうございます。勉強になりました。近代都市であっても、牛若丸さんの身のこなしは華麗ですね。ビルの側面を走る。なんということでしょう。猫歩きさんとはぐれてしまいました。その上、気がつくと怪しい地下空洞にいるマシュキリエライトです。お屋敷の奥にある森に踏み入ったところ、着物姿の女性の後ろ姿が見えましたので、道を尋ねるために追いかけただけなのですが、おや、どこからか話し声が。猫歩きさんと
どなたでしょう。ふん、無数に存在する可能性、絶対にないと言い切れない別の私。こっちの世界ではグーパンでゲロりましたが、どっかの世界では膝パンで毒物排出っと。それどっちも同じじゃにゃい？大丈夫？もっと平和な解決策ってないの？まあいいや、要はパラレルワールドのことっしょ。うん、今はマルチバース理論っていうの？にゃにゃにゃ、知ってる知ってる。でもなんでかっこよく言い換えたの？解明商法？そういうお話ではありません。そもそもマルチバース理論は商標フリーです。怪しいマルチ商法の話ではないと残念です。だがユウは私がそのマルチの証明だという、マルチの化身とも。参りましたな。そこに気がつくとは、なかなかどうしてミスに置けないお方か。いるだけで世界が揺らぐミスキャスト。猫の使い道を猫以上によく理解しているようです。で、つまり何なの？あなたは世界にとって剥離剤になり得るのです。異物であるあなたはこの世界の法則に守られない最弱です。きっと誰にも勝てません。ですが運命にも縛られない。あなたの視界はいい意味でブレブレなので、この世界にいながら隣の世界の設定を、現在を観測できる。想像してみてください。一つの缶詰の中に二つ分の中身が重なったら。え、何それ怖い。破裂するのか。いえ、融合です。ヒロイン A と結ばれた運命と、ヒロイン B と結ばれた運命、それらが混ざり合い両立することも可能なのです。誰も傷つかないルートができるんです。あなたが燃え尽きるほど頑張って四季さんを直視し続ければ、あるいはにゃんだと。でもその世界、控えめに言ってゴミ。よく聞こえませんが、終末装置に匹敵する危機感がすごいです。でも内密な話のようなので、これ以上近づくことは、終わりまで待っているべきでしょうか。どなたです？どだれかな。なんだ、私のファンか。ギニスさんにゃ、今の魅力的な話を続けた。突然のカンフル剤ですが、体に害はありません。自己処理よろしくお願いしますね。なんだこれ、めっちゃ結構未知の栄養素が体内を駆け巡る。まるで生まれ変わるようだ。っていうか、生まれ変わった。こんにちは、猫琥珀です。今のはどんなウイルスも裸足で逃げ出すスーパーワクチンだよ。でも心配しないで、私は平気です。だからお腹を殴って嘔吐させないで。マシ君は平和的手段で私を助けてくださいね、と。猫アルクさん、残念ですが、肉体に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッド2を実行します。手遅れです、ネコアルクさん。助ける方法はこれが一番です。痛みを伴う治療法はいらねえ。ドクター、教育どうなってんだ。ドクター、オープンユアマジックサーキットファイト。やったやった、おりゃやった。
変身高いよ。前にダウンター、ダウンター、柔道ダウンター、うおー、身長に早く、ダウンター、ダウンター、変身、ダウンター。次のウェーブに向けて準備、ユーリン、ダウンはマジックサービス、バイはい、払います。やったー、マジック、バウンター、バウンター、運命の光、慎重に、おかわれを、ダウンター、今はじく、やった、払います、許すマジック、ツーワイク、ダウンター、ダウンター、着地、ダウン、魔力全開、止まって見える、ネコアルクさん、にゃんとも、ダウンター、ダウンター、運命の光、諦めんぷい、ダウンター、せーの、向かっ、ダウンター、着地、見える、トップ、前に、ダウンター、ユーユー、奇跡、 SSR、 ガラスはマジックサーキット、バイク、ユニット、払います、ギリスマジ、前に、ダウンター、ハンタッチ、後ろ台を上げちゃう、ここで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 、ダウンター、すごい、ニング、ネコアルクさん、驚異の回復力です。では地上に戻りましょう。お屋敷の主人にご挨拶されるのですよね。はい、ネコアルクさんの戦いのおかげで宝具充填 100% です。ゲート開きます。はい、というわけでこの MB 界は MB 界によく似た悪夢のネコワールドだったんだ。だが私はくじけない、諦めない、回線切らない。ネコはいつだって夏への扉を探すものだから。ネコアルクさんはロマンチストなのですね。よせよい、私はネコに優しい主人公を評価しているだけさ。それよりマシ君、出口の方はどう？見えてきた？はい、芝によるとあと40秒で最も近い平行世界に転移するようです。ゲート間の移動も安定しています。これもネコアルクさんのおかげですね。カルデアの技術ではこんなことはできません。合わせ技、合わせ技だよマシ君。一番強いのは信じる二人、つなぎ合う手なんだ。私たちはもう仲間なんだ。一緒に MB 界を正そうじゃないか。はい、人類を破壊しようとする方に容赦はしません。マシキリエライト、どんな結末が待っていても心を鋼にする覚悟です。なんて頼もしい、まさに正義の女神と言わざるを得ない。皆さんも最後のオチまで見えてきましたね。ああ、嫌な予感しかしねえにゃー。状況終了、お疲れ様でした。予想外のことばかりでしたが楽しい冒険でした。